皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日もやっていきたいと思います。で、今日はですね、まあ、えー、ちょっと話題になってますけども、えー、大谷翔平のね、えー、エージェント、まあ、代理人がですね、まあ、大谷翔平は FA になるという、まあ、FA になるというか、まあ、その可能性が高いというね、まあ、発言をしたということでね、ちょっと話題になってるんですけども、まあ、この記事、いろいろ出てますけどもね、これについては、まあ、書いてる側の、まあ、受け取り方とかね、うん それによってちょっとニュアンスが変わってきてるなというふうには感じますけども、まあ、とりあえずね、ご紹介していきたいと思います。で、大谷翔へのエージェントであるネバレロはですね、二刀流の、えー、スターが2023年シーズン終了までにエンゼルスと契約延長を結ばないように思わせたと。で、まあ、スプリングトレーニング中ですね、えー、まあ、今日なんか、ペリーちゃんとね、バレロさんが長、長々とね、話してたという、まあ、情報でですね、 で、その後にバレロさんにちょっと話を聞いた時のこの話ということで、そしてですね、スプリングトレーニング中の契、えー、約延長交渉について、まあ尋ねられた時バレロはですね、えー、私は常にそれに対してオープンだったということでね、まあ語ったということなんですけどもね。で、翔平は年間を通じてプレーする権利を、まあ、獲得して、えー、フリーエージェンシーを、えー、探求するし、それがどこで揺さぶられるか見ていきますということで、 大谷と代理人がですね、FA の探求に興味を持っていることは、それほど驚くべきことではありませんと。結局のところ、彼は次のオフシーズンにスポーツの歴史の中で、まあ、メジャーの、ね、歴史の中で最大の規約を持ち帰るためにね、その可能性があるということなんですけども、まあ、打者として出て、投手としてもローテを守ってエ、エースをね務、務めることができる、まあ、人物としてはね、 どこのチームも彼と契約するにせよ。基本的には、二つの異なる分野で影響力のあるですね、プレイヤーを追加することになりますと。そして、注目というか、されているね、移籍先は、ドジャース、メッツ、カブス、ジャイアンツ、マリナーズとしてね、候補が上がっていると。まあ、この候補についてはね、以前から色々と出てきてますけども、最終的な契約は5億ドルになる可能性があると、示唆したと。 えー、そしてですね、まあ、昌平としては、まあ、非常にね、競争力があって、まあ、すべての偉大な選手がそうであるように、もちろんね、昌平はポストシーズンを経験したいと思っているし、ワードシリーズに出たいとも思っていると。で、まあ、ただですね、えー、バレロさんとしては、えー、それが決定的なね、えー、まあ、チームを決めるときの要因かは、私にはわかりません。ただ、様子を見る必要がありますということで、 まあその勝ちたいからどうのっていうことをまあ結構言われてますけども、まあそれがまあ一番の要因なのかっていうのをね、はっきりとは言わなかったと。で、他の場所で契約することは、大谷が契約を最大化してですね、ワールドシリーズに出場するチャンスを最大限ね、高くするっていうことがありますので、まあそれが最良の方法かもしれませんというね、記事で締めくくられております。 で、大谷翔平の代理に、えー、エンゼルスとの交渉に期限を設けないということで、まあこれも別の記事なんですけどもね。で、ネズ・バレロは大谷とエンゼルスの契約延長に関する交渉の状況について、まあ詳しくはね、どういうことになっているかっていうのはね、現状の段階でどうなっているかは、まあコメントしなかったと。ただ、えー、シーズン中の交渉はより困難になる可能性があると述べたということですね。 で、まあ先ほども言った通り、え、現状、スプリングトレーニングでの交渉にはオープンであると付け加えたと。で、バレルはですね、火曜日にエンゼルスのスプリングトレーニング、まあ今日からですね、えー、今日火曜日、え、現地は月曜日ですけども、今日から野手組が集まって、まあフルのね、え、ワークアウトが始まっていますけども、そこにね、来てですね、え、ペリーちゃんとまあお話をしているわけですけども、 まあ、それに関してですね、えー、まあ、先ほど言った通り、え、話があったということですね。その、ペリーちゃんとの話の後、えー、まあ、インタビューみたいなのを受けたと。でそこで何度もですね、翔平は、今年はね、エンゼルスですっていうことを、まあ、言っているということで、まあ、現状やっぱり、まあ、まだね、その、始まってないし、開幕してないしね、え、現状のそのチームで何が起こるかっていうのを楽しみにしているし、 まあ、ペリーは非常にね、いいチームをまとめたということで、将兵としてもそれにワクワクはしているということなんでね。ただ、一年中エンゼルスですってことは、まあ、トレードされないのかなっていう見方もね、出てきますけども。まあ、そこはやっぱり、まあ、ペリーちゃんというか、まあ、オーナーの考えだからね。まあ、二人にとってもわからないところではあるんでしょうけども。まあ、とりあえずはエンゼルスとして戦うと。それに、まあ、ワクワクしているしっていうことですね。 やはりですね、まあ、スプリングトレーニング中は交渉は一応ね、受けるっていう話ではあるし、まあそこはオープンだよと言ってるんですけども、まあシーズン中もね、まあその交渉を絶対しないというわけではないと。そこはまあ一応オープンだと。ただ、えー、シーズン中に有意義な交渉ができるっていうことはまあ難しいよねということだけ言っておきましょうということで、まあシーズン中、エンゼルスから何らかのオファーが来ましたと。 なった場合でも、まあ、シーズン中交渉するんではなく、まあ、それをね、テーブルに置いておいて、シーズンが終わってから、えー、まあ、それに取りかかるということになるかなっていう話で、まあ、スプリングトレーニングが、えー、まあ、もう始まってですね、えー、これで、まあ、3月になった WBC ってことになるので、まあ、そこで開幕までの間に延長っていうところにはならなかった場合は、まあ、おそらく、増えになるんじゃないかということですよね。 えー、そしてですね、バレロさんは大谷のエンゼルスでの経験にね、えー、満足していると付け加えたということで、えー、彼はここに5年いて、えー、彼はみんなを知っているし、スタッフも知っているし、と。で、彼は快適で、この地域が大好きで、ということでね。まあ、えー、今年はね、本当に面白い年になるでしょう、と。私たちはそれに興奮しています、と。なので、す、え、べ、ー、てがどのように変化するかを、まあ、えー、見ていきたい、ということでね。 まあ、いろいろとこう、憶測も飛ぶしね。まあ、どうなってるんだっていうね。交渉はどうなってるのかとかね。今行われているのかとかっていうのはね。いろいろ聞かれてると思うんですけど。まあ、すべてにそれそれについては答えられないということでね。まあ、とりあえず今年に、まあ、平としてはやっぱり、ね、彼自身がこの前のね、会見で言っていた通り、2023年のシーズンに、まあ、フォーカスしてるので。まあ、だから、おそらく、この間での契約延長っていうのはない。 可能性は高いのかなっていうところですね。ではまあ一度 FA になって、えー、まあその中で交渉が始まるという感じにはなるのかなとは思いますけどもね。うんえー、そして最後 MLB.com のね記事ですけども、えー、代理人を務めるバレロ氏がですね、えー、大谷がレギュラーシーズン中にエンゼルスと長期契約の交渉を行うのではなく、 シー,シーズン終了後にフリーエージェントになることを選択する可能性が高いとの見通しを明らかにしたと。ただし、スプリングトレーニング中に契約延長交渉をすることについて、まあそれはね、閉ざしているわけではないということでね。我々は一日一日を大切に過ごしていると。彼には今を楽しんでほしい。今までもそうしてきたからねと。それを続けていくだけだよとバレロ氏は話していると。バレ,のバレロ氏は大谷の今後について、 彼はあと1年プレーすれば FA の権利を得ると。そして我々はその後どうなっていくかを見守ることになるとコメントしたと。エンゼルスと大谷の間で現在どのような話し合いが行われているかは明らかになっていないが、通常シーズン中に契約交渉のね、えー、延長交渉っていうのは行われないと。で、シーズン中に意味のある話し合いをするのは難しい。シーズン終了後まで保留しておく方がいいだろうと。 シーズン開幕までに延長交渉が実現しなかった場合は、シーズン中は、えーまあ、交渉を行わないような、えー、ニュアンスのことを言ったと、えー。そしてですね、彼は5年間エンゼルスにいて、今年が最終年で FA を控えていて、当然いろいろな疑問が出てくると。彼はどうしたいのか、どこへ行くのだろうかと。えー、ただしポストシーズンを経験したいということが決め手になるかはわからないし、見守るしかないだろうねと。先ほどね、えー まあ具体的な希望条件の明言は避けたということでですね。まあこんな形でいろいろな記事が出てるんですけども、まあ記事によってはもう絶対出ていきそうだなっていうね、感じと、まあえー、そのね、勝ちたいっていうことは言っているけども、まあ、それが絶対条件かはわかんないよねという、まあいうようなね、発言があったということでね。まあ実際に考えてみると、まあそんなにこう、ね、えー 大きな情報っていうのはまあ出てこなかったんでしょうけどもまあそのスプリングトレーニング中にまあ契約延長してっていうことの可能性がまあ低くなってまあシーズン中はできなくてまあおそらく FA になってからじゃないかというまあ方向がやはり高くなってきたのかなとまあそれは翔平のねこの前のインタビューでもまあなんとなくわかっていましたけどもまあただですね FA になったからといってエンゼルスとのその まあ、交渉が排除されるわけではないので、まあ、可能性としては残ると思いますけどもね。ただ、FA になる前に彼を留めておくということが、まあ、可能性としては低くなったというような今日の、まあ、話なのかなと思いますけどもね。うん。まあ、皆さん的にはどう捉えたかわかりませんけどもね。まあ、その、そんな感じだよね、みたいなね、えー、感覚なのか。まあ、その、ね、 もうすぐに延長するというふうにね、狙っていたというか、願っていた人もいるかもしれないしね。まあその中でやっぱりちょっとね、スプリングトレーニング中はなんかいまいちやってないような、えー、感じもありますしね。で、まあ開幕したらできないと。なのでまあちょっとね、えー、今後の感じをまとめていくと、まあスプリングトレーニング中に延長交渉はまあ受け付けるけども、まあなんかやってるかわかんないなという感じなので、まあそれが終わって、 で、スプリングトレーニングが終わって開幕した場合は、まあおそらく、えー、延長交渉は難しいので、まあエンゼルスから何らかのオファーがあったとしても、とりあえずそこはテーブルに置きっぱなしで、シーズンが終わるまでそこに置いておくという形。で、まあ一応シーズン終わってから、えー、FA になる。まあそのままね、トレードされなかった場合ですけども、シーズン終わってから FA になるまでにね、一応こうエンゼルスと交渉はできますけども、まあその期間が過ぎて、 え、こう、FA になりましたと。な、る可能性が高いんじゃないかという、まあ、今回のね、えー、お話かなと思いますけどもね。なので、ま、絶対的に、この、まあ、エンゼルスがいいっていうニュアンスではないのかなっていうのは、ま、この前のね、昌平のところでも思ったんですけども。まあ、ただ、えー、結局ね、絶対的にエンゼルスにいたいと思っててもですね、まあ、最終的にどう決断するかを見てみなきゃわかんないんですけども、 ただ、絶対的にエンゼルスにいたいという思いがあって、まあ、エンゼルスと契約することは決めているかもしれないんですけども、まあ、そうであっても、一回 FA で出た方がいいんですよね。その条件面とかいろいろ出す場合は。もう、まあ、エンゼルスでいいから、エンゼルスと契約しちゃおうっていうね、風に、まあ、簡単に決めちゃうと、まあ、あまりよろしくない。まあ、ジャッジのを見てもわかると思うんですけどもね。 まああれはこう、いろいろとうまくいったというか、うん。代理人の力があったのかなとはちょっと思ってるんですけどもね。まあだからあれ、ああいう形でね、まあもちろんジャッジがどのように思ってたかわからないんですけども、ただ結局ヤンキースに戻るっていうか再契約という形にはなったけども、ただああやって外に出て、まあいろいろとね、えー、もうヤンキースじゃないとかね、いろいろとあってかなりのね、こう契約が出てきたわけなんでね。 まあもちろんそのお金が全てではないかもしれないし、この前から言ってるんだけど、ただお金が全て本人がそのお金をそこまで欲しいというものではないかもしれないけども、ただその大きな契約、メジャー史上初の5億ドルっていうところをまあ出してもらうとかね、まあより大きな契約として選手としての評価がそこにはまあ反映されるわけなので、まあそうなってくる場合は、 マイエンゼルスに絶対残るっていうね、えー、思いがあったとしても、どちらにしろ FA にはなるかなと思いますしね。まあ、今 FA で、まあ勝ちたいのであれば、どこかにね、出る可能性が非常に高いと言われてますけどもね。なので、どちらにしろ、一回、まあもう FA になるというのは、市場に出るというのは、まあ可能性としてはかなり高くなったのかな、という形ですね、うん。ということでね、えー、今回、バレロさんが発言したことによりましてね、 まあちょっとね、えー、まあそうだろうとは思われていたかもしれないんですけどもね。まあ、正式に代理人からまあ一応ね、こういう話があって、まあ、そのスプリングトレーニングの交渉とか、まあ、シーズン中は厳しいよねとか、っていうのを含めていくと、ま一回 FA には出てくるかなということでね。まあ、そんな形の今日のちょっと話題になったかなというお話になっております。でですね、まあ、昨日ですかね、えー、まあ モレノさんね、オーナーがまた、えー、注目発言ということでね、昨日記事になってましたけども、えー、キャンプを視察してですね、まあ大谷翔平にあと6年以上はいてほしいよね、ということでね、えー、まあお話しして、まあ6年、そしてさらにそれ以上いてほしいと。で、まあ残ってほしいと。大谷は本当にグッドい。エンゼルスにいることをとても嬉しく思うというね、発言がまあまたあったということなんでね。 まあこれについてはまあずっとね、彼も言ってるのは同じなんですけども、まあまたラブコールを送ってるということなんですよね。で、それはまあまた同じことじゃんっていう話なんですけども、ただですね、あのー、今月末っていうか下旬うん。もう下旬にさ、行ってるんですけども、なんかね、モレノさんの会見がね、ちゃんとした会見まああの、今までそんなにね、こう、ちゃんと会見を開いてこなかったって言われてまして、 この前ね、久々にこう話したみたいなことになってましたけども、このキャンプ中、スプリングトレーニング期間中にモレノ氏の会見が準備されているという話らしいんですよね。なので、まあそこで何が話されるかわかんないし、まあこの前記事にあったことをただまた言うだけかもしれないんですけどもね。ただその売るのをやめた問題とかですね、えー、まあ大谷翔平のに関することとか、まあ何かしら新しい、まあ、え、ー ファンたちそしてね、皆さんが聞きたいことが、もしかしたら出てくるかもしれないということで、まあ結構大きな注目がね、集まりそうだというふうに書いてありますのでね、えー、それちょっと楽しみだなという話がね、出てきておりますので、ちょっとそこ注目したいなと思いますね。えー、そしてエンゼルス打順ですけどもね、まあこのところも、まあ WBC の打順とかエンゼルスの打順とか、開幕ラインナップとかってやってますけども、えー、ネビンちゃんが2023年のスターティングラインナップ、 まあ1から4番までの候補を明らかにしたということでね。まあ基本的にはこれでいくだろうっていうことみたいなんですけども。1番がウォード、2番トラウト、3番ショウヘイ、4番がレンドンということでね。まあ、えー、予想通りかなっていう感じですね。でまあこれは全員が健康であればという話でね。もちろんレンドンがどの程度ね、えー、まあ今健康だと言われてますけどもね、大丈夫だと言われてますけども。まあそれが開幕をしっかり迎えられての話なので、 ま、開幕を迎えられたらこれでいくと。で、まあ、あの、ね、レンドンに関してはちょっとね、わかんないんですけどもね。ただ、えー、現状 OK なので、まあ、彼については、ちょっとね、えー、お休みを与えたりとかなんかいろいろうまく使うでしょうけどもね。ただ、1年いてもらわないと困るということでね、えー、このところレンドンの記事もなんかたくさん出てきてますけどもね。うん。まあ、そういう形で、基本的にはこの 4, 4番まではこれでいくんじゃないかと。 いうことですねただ今年はですね、まあレンドンがね、調子悪いとか、まあ誰か調子悪いかってなった時に、ちょっと上の方を打たせられる選手が、まあいるのでね。まあそうなってくれば、え調子によって変わるし、まあ例えばレンドンがお休み、誰かがお休みって時も、えー、結構ね、その上位打線に組み込んでも、まあ遜色ないというか、まあ、やれるよねっていう選手がいるのでね。 だからまあ、いい感じにお休みを与えつつ回していけるかもしれないねという、まあ、布陣にはなってると思うんですよね。まあ、多分去年とかだと、2番とかね、3番とか4番とかって、なかなか一人ね、お休みしちゃうと、ちょっと、ね、弱くなるなっていう印象の打線にはなっちゃったと思うんですよね。本当に下位打線打つような選手がそこに入るみたいな形にはなっちゃってたと思うんですけども、今年はまあ、 二人抜けても大丈夫かなってね。一、二、三、四。まあ二人抜けちゃえ困るんだけどもね。ただ抜けるっていうのは休みの日の話なんでね。怪我しちゃったとかじゃなくて。だからまあ一日に二人お休みを取ったとしても、まあ取らないとは思うんですけどもね。万が一取ったっていう状況になったとしても、まあ大丈夫な選手っていうところにはなってくるかなと。上を打たせてもね。まあレンフロドゥルーリーとかね。マーシシラーもいるしと。 なので、まあ、えー、このラインナップ的には1,2,3,4で、まあ、これは当たり前にこうだよねっていう感じではあるんですけどもね。ただ、調子によって、まあ、上がいなくてもね、なんとかなるような選手は下にもいるかなっていう感じなのでね。まあ、えー、どっちやしろ、まあ、健康でみんな過ごせることを願いたいというだけですね。えー、そしてまた面白い記事ですけどもね、エンゼルスの大谷翔平が2023年の FA に先立ち、 えー、鈴木誠也からカブスへの加入を進められたということで。まあこれはジョークなのかわかんないですけどもね。まあ野球の全てのチームがですね、えー、大谷翔平がまあ FA になった場合ね、えー、ウィッシュリストに載せると。まあウィッシュリストっていうのはまあ欲しいなっていうリストですけどもね。うん。でまあリーグの中のほとんどのチームにとってその願いが可能叶う可能性は低いと。で、カブスにとってこんなことに、 えー、彼らのクラブハウスには鈴木誠也というね、優秀なリクルーターがいて、彼はすでに、まあ、えー、大谷翔平にですね、えー、カブスに加わるように説得するための仕事を始めていますと。で、えー、まあ、えー、WBC でね、えー、大谷翔平をカブスに誘いますかということを尋ねられた時にですね、鈴木誠也は、えー、もう彼にチームに参加するようにすでにね、招待したと述べたと。 いうことでね。まあ、これもね、ジョークだろうかなと思うんですけどもね。まあ、鈴木と大谷は WBC で日本チームメイトになる予定で、エンスのスターにカブスに来るように説得するのに十分な時間があるだろうということでね、書いてありますね。うん。まあ、面白い記事ではあるんですけどもね。えー、まあ、彼ら同級生なのかなまあ、そういうのもあるかもしれませんけどもね、記事の感じではね。うん。 ただまあ、えー、お誘いしてるのかどうなのかみたいなことを聞かれたということでね、うん、もう招待したよっていうね、ことを言ったという話なんですけども。まあこれは事実か事実じゃないかわかんないですけど、まあジョークかなっていう感じではあるけど、まあ面白い話だなとは思いましたね。えー、そして先ほども言った通りですね、レンドンの記事がまあなんか結構出てきてましてね、えー、まあ2シーズン連続で怪我を負って、まあ、えー、その後の復活に期待しているという記事なんですけどもね、 えーまあ、2021年に腰、2022年に手首の手術を受けて、過去2シーズンでエンゼルスの324試合のうち105試合しかプレーしてないと。で、まあ、えー、かなりのね、給料をもらってますので、まあ、批判はやっぱり来てるし、ただ、えー、レンドンは SNS のアカウントを持っていないのかなということなんですけども、まあ、多くの友人や家族が持っているので、 まあ、レンドンに対してのそういう、まあ、意見っていうのは私には届いているっていうことでね。うん。まあ、えー、そういうことみたいですね。なので、まあ、えー、それは分かってらしいんですけど、彼自身もね。ただ、えー、もう、今年はね、健康であるということではあるし、まあ、もう手術はしないようにっていうことみたいなな感じで自分で言ってたりするので、まあ、あとはね、やっぱり、 エンゼルスが勝っていくため、そしてポストシーズンに行くためにはっていうところで必ず連動の健康って出てくるのでね。まあ彼がいるっていうところでね、だいぶ違ってくると思うのでね。そして彼もそれはわかってるし、まあその2シーズンね、えー、出れてないっていうのも、まあ自分が一番わかってるわけですからね。まあカムバックしてですね、えー、しっかりと自分の仕事をしてということにね、えー、まあそこにね、かけてる、今年にかけてるというか、 まあその思いは強いと思うのでね、彼自身もね。なので、えー、期待はしていただきたいというところですし、まあもう彼はね、ダメだっていう話もね、コメントも期待しますけどもね。ただ結局彼がいないと多分、ポストシーズンってね、厳しくなってくる、また厳しくなる状況になってくるとは思うのでね。まあ一年間彼がいれば、可能性は出てくるのかなっていうところにはなると思うんでね。まあそこを期待していただきたいと。 いうふうに思いますね。えー、そして、ペリーちゃんがですね、今シーズンのクローザーのね、ええー、まあ、誰にするかっていうのは、まあ、明らかにということでね。まあ、エンゼルスとしては、まあ、この人がクローザーっていうところをね、絶対的なところを取ったわけではないんですけども、まあ、基本的には、え、エステベスで行くという、まあ、えー、ペリーちゃん的にはエステベスで多分行くという、まあ、方向であって。まあ、でも最終的な決定はですね、ネビンに委ねられると、えー、まあ、言って、 みたいなのでねまあでもおそらく多分、ペリーちゃんはエステベスと言っているのであれば、おそらくエステベスになるのかなとは思いますけどもね。で、まあ結局ね、あまりこう、絶対的っていうところは取れなかったのでね、まあ適正的にはまあ彼が一番いいのかなっていうところだとは思うんですよね。で、まあその、ロッキーズから来れば、 えー、数値もね、上昇というか、良い,い方に向かうというふうにも思われていての、えー、起用とは思いますけどもね。まあ、それがうまくはまるんであれば、まあ、えー、クローザーというところでね、追加してというところで、えー、いいんじゃないかなと思いますけどもね。ただま、そのうまくはまらなかった時には困りますけどもね。まあ、そうなっていると他の人っていう、送ることにはなるんでしょうけどもね、なかなか候補としては、まあ、難しいかなとは思いますけどもね。 まあ、とりあえずは多分エステベスで行くんじゃないかと。まあ、ペリーちゃん的にはそれを望んでいるのかな、なんていうふうには思っております。えー、そして今日の翔平のね、スプリングトレーニングですけども、まあ、今日から全体でね、集まってという、まあ、スプリングトレーニングが開始されましたけども、えー、フリー打撃では22スイング中で10本の柵越え。そして実践形式ですね、ライブ PP では2ダス2アンダー。そしてですね、えー、まあ ホームラン140メートルかな。推定飛距離140メートルのホームランも放ったということでね、えー。結構いい感じに調整は進んでいるのかなと。で、バットもね、チャンドラー製のバットに変えましたけども、なんか担当者がいてですね、しっかりとまあ、えー、やってんのかな調整とかね。うん。まあ、いろいろと聞いて、まあ、変更点があれば、まあ、変えてくるんでしょうけどもね。なので、まあ、 結構こう、頻繁にそういうことができるっていうのもまあいいのかな、うん、というふうには思いますけどもね。まあ一応そんな形で担当者も来ていたなんていう情報もあるので、まあえ、いろいろとね、えー、リアルタイムというか、そういう形で調整が入ることができるのかなというね、グローブとかに関してもね。なのでまあそれはいい方、方向なのかなとは思いますけどもね。とりあえず、省エネに関してはいい感じの調整を進んでいるんではないかなと思いますね。 えー、そしてですね、今日 WBC ですね、ダルビッシュさんが、えー、ライブ BP にね、えー、登板しまして、まあ村上さんとね、対戦ということらしいですけどもね、ちょっと映像見ましたけども、えー、バックスクリーンにね、ホームラン打ったということで村上さんがね、いやまあちょっとね、高めに浮いた球だったんですけどもね、すごいですね。でまあダルさんの、まあ、インタビュー受けてたんですけどもね、 まあなかなかこうインコースから入れようとしたまあツーシーム系のが高めに浮いてったって話なんですけどもまあそれにしてもあそこをねうまく一発で捉えてなかなかメジャーの選手でも打てないなーなんていうねまあ発言もありましたのでねまあ村上さんもいい感じで調整は進んでるのかなーなんて思いますけどもねまあダルさんは公開ここでね公開処刑をされてねちょっと悲しいみたいなねことをね言ってましたけどもねまあ結構ファンもいましたからね ただまあお互いにまあいい調整が進んでいるのかなと思いますのでね。まあダルさんはちょっとね実戦っていうのはこの打撃練習的なのしかまあ試合には出られないということなのでね。まあこういうまあ実戦形式のところでまあえ実戦を養うっていうかね、形にはなると思うのでね。まあこういうのを続けて投げていくっていう感じなのかな。うん、試合には出られないのでね。 ただまあ、えー、ちょっとね、びっくりしたっていう感じではあったのかなと思いますね。あと昨日ですね、えー、準決勝の話、WBC の準決勝の話、で、アメリカも1位でも2位でももう日本の勝ち上がったスポットに入ってくるっていうのは決まっているということらしいんでね。えー、なのでまあ結局準決まで行ったらアメリカか、まあその、ドミニカか、えー、ベネズエラか、プエルトリコの勝ってきたとこというふうにはなるみたいなので、 まあ確実にそこらしいですね。だからまあやっぱチケットの問題なのかな。だから日程が決まってないと、日本もね、えー、準々決勝15、16って1位と2位で違ってくるはずなんですけど、本当はね。ただ、えー、勝てば、進出したら1位でも2位でも16日が準々決勝っていう形になるので、まあやっぱりアメリカもそういう形でね、チケットがこの日とこの日がアメリカ戦っていうのはもう 勝ち上がっていけばこの日とこの日っていうのは決まっている状況なのかな。まあ、開催地ということもあると思うんですけどもね。なので、準決勝ち上がっていったらアメリカと、えー、そのグループ D かなの、えー、1位か2位のところの、まあ、勝者と準準決勝かをやるという形にはなるということになりますのでね。でまあ、決勝でアメリカっていうことは、まあ、それはできないんでね。できないということなんで。まあ、それもちょっとなんか、うん。 決勝でアメリカの方が盛り上がりそうな気もするんですけどもね。そこはちょっと残念かなと思いますけどもね。まあしょうがないでね。まあ、えー、そういう形になるということでした。ということで今日はちょっとね、この後、えー、アントマン見に行く予定なんでね、これぐらいで終わっておこうと思います。えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高声がついた方、コメントよろしくお願いします。では終わります。